なんて言ったっけ、僕がね、一番最初に好きになったプロ野球選手が、新庄剛志選手。どういったコーチ陣をね、入閣させるのか。日本ハムを立て直して日本一にしてくれるんじゃないかなと。はいどうもー、クレイジーピーでーす。本日の動画はですね、ピーキリの筋が飛び込んできましたので、ちょっとテンション高く語っていこうと思います。この撮影しているのがですね、10月29日。僕のね、好きなプロ野球選手に関わることだったので、動画を回させていただいております。では、早速、始めていきましょう。せーの、お願いします。で、今回のビッグニュースっていうのはですね、前からね、ちょっと噂ではちらほら出てたんですけれども、今回、日本ハムファイターズの監督に正式に決まりましたという、皆さんご存知かと思います。新庄剛志、僕からしたらとても嬉しいニュースで、いろいろ賛否両論があると思うんですよね。監督には向いてないんじゃないかとかね、いろいろ言われてきましたけれども、僕は大いに賛成だと思います。実績も十分あると思います。日米通算で1500本安打とかね、達成しておりますので、新庄選手の野球観っていうのはね、僕すごく尊敬するところがありますし、パフォーマンスばっかり日本ハムの時にね、目立っておりましたが、実はすごい努力家で、パフォーマンスするのにもね、全て許可を得てね、パフォーマンスをしてたというね、すごい誠実な一面があると。若手選手が自分より年下の選手とかにもかなり人望がありましたし、年上のね、先輩方からもすごい可愛がられてた選手ということを聞いております。努力を人に見られるのが嫌いな選手だったので、みんなが来る前にトレーニングを全て終わらして、みんなが来る頃に一緒にまた入ってくると、努力を重ねた結果、まあ素晴らしい成績を持ってですね、引退された選手になります。しかもね、今の選手よりですね、若くして引退されてますので、記録の方もね、もう今後続けていっとったらどこまで伸びたのかな、思われるぐらいのね、成績も残されてる選手なので、これはね、監督になったらすごい面白いんじゃないかなと思いますよ。今までにないね、采配だったりとか、選手のね、個々の能力を引き上げるのがとても上手な方だと思いますので、すごい教え方も上手な選手だと思います。子供とかにもね、すごい噛み砕いて分かりやすく教えてる動画とかもありましたし、理論に基づいたですね、説明とかもされておると思います。50手前でですね、プロ野球選手に戻りたいとかね、思われる好奇心旺盛なところもありますし、実際ですね、プロ野球選手になると言ってね、あんだけの体を作ってこられる精神力も持ち合わせてると思います。実際そのプロの試験でヒットを打つっていうね、有言実行性も素晴らしいなと思いますよね。有言実行って結構してきてるんですよね。新庄選手ってメジャーに行くっていうのもそうですし、日本ハムで、ね、優勝するとかね、オールスターで MVP を取るんだとか、今回もですね、何か一つやってくれるんじゃないかなとは思っております。いろいろね、記録も持ってる方なんですよね、新庄選手って。メジャーリーガー最初の野手、まあイチロー選手と一緒にいましたと。日本人で初めて4番打ったのも新庄だったんじゃないですかね。日本人初ホームラン、野手でね、野手で初ホームラン新庄だったような気がします。で、日本人で初めてワールドシリーズに出たのも新庄選手が初めてやったんじゃないかなと記憶があります。もしかして違うかたら申し訳ないんですけども、なんて言ったって僕がね、一番最初に好きになったプロ野球選手が新庄剛志選手なので、あの新庄選手がプロ野球の監督としてまた戻ってきてくれるんだと思うだけでね、来シーズンがすごい楽しみになってきます。昔はね、新庄選手のバットを立っている打法とかね、真似したこともありますし、わけもわからずジャンピングキャッチとか真似してましたもんね。そういったね、選手がやっぱりね、プロの監督として戻っていただける。あと、稲葉さんがですね、まあ、GM に就任されたということで、新庄稲葉というね、タッグが見れるのか、と思うと、すごい感慨深いですね。あと気になるのはね、新庄選手がどういったコーチ陣をね、連絡して入閣させるのか、っていうのもちょっと一つの見どころではないのかな、と思っております。うん、めちゃくちゃね、いろんな楽しみが増えた来シーズンになるんじゃないかなと思います。あとで言うとね、もう一度僕がやってほしいなと思うのは、監督になってもね、パリーグとか盛り上げるっていうことを忘れずにですね、監督だけど先頭に立って盛り上げていただければ、すごい嬉しいかなと思います。僕の予想なんですけれども、またですね、新庄選手は3年で、日本ハムを立て直して日本一にしてくれるんじゃないかなと、淡い期待を抱いております。そしてですね、新庄選手が、
が迎えるんじゃないかなっていう、コーチ陣をですね、大体予想したいなと思っております。ピッチングコーチには多分、岩本勉氏、ガンちゃんですね、を選ぶんじゃないかなと思われてます。これはね、以前の YouTube とかでも公言されてるので、オファーを出すのじゃないかなって一瞬思ったりしております。で、後で言うとですね、打撃コーチとかに、坪井さんとかね、走塁守備コーチに森本ひちょりとか、入れてくれたらおもろいんじゃないかなと思っております。で、あとヘッドコーチは誰になるんだろうと思ってるんですけれども、フォローしてほしいっていうので、ちょっとベテランの方が入られてもおもろいんじゃないかなと思っております。何しろですね、新庄氏が新しく日本ハムファイターズの監督に就任されたということで、おめでたいニュースだったので、ちょっと動画に残させていただきました。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、良くても悪くてもチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッター、TikTok やっております。それもどうぞどうぞよろしくお願いします。では、いつものやっていきましょう。せーの、あざっしゃ！バイバイ！